エリック・スコット・パターソンはアメリカ合衆国フロリダ州タラハシー出身のプロ野球選手、宇藤・左ヒダリダ。兄は外野手のコーリー・パターソン。2001年 MLB ドラフト23巡目でコロラドロッキーズから指名されたが拒否。2003年7月に開催されたサント・ドミンゴ・パン・アメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。 2004年 MLB ドラフト8巡目でシカゴカブスから指名され8月30日に入団2007年8月6日にメジャーデビュー主に代打として7試合に出場し打率250をマーク2008年7月8日にトレードでオークランドアスレチックスへ移籍2010年6月26日にトレードでボストンレッドソックスへ移籍 12月16日にサンディエゴパドレスへ移籍。2011年12月9日に放出された。2012年1月4日にデトロイトタイガースと契約。6月20日に放出された。2013年はアトランティックリーグのヨークレボリューションでプレー。7月12日にミルウォーキーブルワーズと契約した。2014年1月9日に シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、3月20日に放出された。ポジションは本来は二類種だが、メジャーでは左翼種としてプレーしている。2007年のマイナー在籍時から外イを守り始めた。2007年に 3A で24盗塁を決めたように、兄のコーリーパターソンと同じく足が速い。ありがとうございます。